タルシス山山は、火星のタルシス地域にある三つの巨大な、縦状火山。ミヤマとは、北から南に順に、アスクレウス山、パボニス山、アルシア山である。タルシス山山周辺地域の標高図。特徴的な山山のほか、左上には、オリンポス山が、右下には、マリネリス峡谷の西側が記されている。タルシス山山はいずれも巨大な火山であり、 直径もパボニス山の 375km からアルシア山の 475km まで極めて大きい。アスクレウス山は山山の中で最も高い山で、標高は1 8キロメートル以上に達し、ふもとからの高さでも 15km 以上となる。地球で最大の火山はハワイ島のマウナロア山であるが、直径は1 2 0キロメートルほどであり、 麓からの高さも9キロメートルに止まる。タルシス山山は火星の赤道近くの火山平原であるタルシス地域に位置している。タルシス地域は数千キロメートルの幅があり、標高も惑星の平均標高より1 0トル近く高い。タルシス地域の端のタルシス山山から北西1 2 0 0トルの位置にあるオリンポス山は太陽系で最も高い山である。 ありがとうございます。